暴走した悟空、悪のサイヤ人大暴れ。フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで貴様もトランクスの気を探れ。あ、カカロット。あいつすっげえでけえ気だ。はい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。こいつサイヤ人か。こんなにも邪悪な気は初めてだ。なぜここに。トランクス、お前はカカロットを、俺はこいつを倒す。わかりました。貴様はクーラー。みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー。その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバー、悪のサイヤ人だと。父さん、クーラは味方です。うん、目的が一致しただけのこと。ゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見る、あえて言うなら、ゴールデンクーラー。さあ、始めようか。元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。
気に入ったぜ。お前たち、俺と戦え！うわやつはカンバー、悪のサイヤ人だ。なんだって？そうだ、悟空さん、ベジータさん、ポタラ、海王神様から預かってきたんです。俺がやつを引きつけます。その隙に、あのガキ、終わったな。踊れー、カカロット、やるぞ。オラたちの本気見せてやる。次回、スーパードラゴンボールヒーローズ最強の輝き、ベジットブルー海王拳炸裂。絶対見てくれよな。